中野の皆様、こんにちは。電動車の神野直樹です。今日皆様に聖書をお渡しし、またキリストの愛をお伝えいたします。思いがけず雨が降って、まあ気持ちいいですね。雨が降ると水冷式でね、この空が冷えて、で私たちはですね、この雨が恵みだってことを知っています。雨が恵みのように、今日皆様にあなたの人生を救うイエス・キリストという方をお伝えいたします。本日ザ・バイブル聖書をお配りし、またイエス・キリストの愛をあなたにお伝えいたします。イエス・キリストは私たちの救い主です。十字架にかかり、死んで墓に葬られ、3日目によみがえりました。キリストは語ります。私はよみがえりである命です。私を信じる者は死んでも生きる。あなたはこれを信じるか。中野の皆さん、キリストはあなたに愛してるよ。私はあなたを作った神だよ。私のもとへ帰ってこい。皆さん、それがね、キリストのメッセージなんですね。イエス・キリストって言ってね、高校や大学で勉強する、そういうキリスト教の人物ではない、単なる人物ではない。イエス・キリストというのはあなたを作った神様です。そしてあなたを愛している。十字架にかかってまでもあなたを救ってくださった、ここに愛がある。中野の皆さん、愛ってね、どこに行ったらあるんでしょう。あれも愛、これも愛、多分愛、きっと愛、恋人の愛、友達の愛、家族の愛、まあ、人間のいろんな愛があります。でも今日ザ・バイブル聖書が語るこの愛は、あなたを命をかけるほど愛して、あなたを救ってくれる、そういう神様。今日素敵なレディーたちが、そしてあそこの T シャツの男性がね、一生懸命聖書を配っております。皆さん、あなたにこのイエス・キリストというお方をお伝えいたします。イエス・キリストって一体誰でしょうか。イエスという意味は罪を許すって意味です。キリストって何でしょうか。救い主、メシア、救世主。皆さん、世界を救い、中野を救い、そしてあなたを救う。どこからどこに救ってくれるか。あなたを罪と死の中から救い出して、そして罪を許し、天国に入れてください。まあ、天国ってね、結構曖昧に使われてますけどね、死んだ後に行く世界のことです。例えば芸能人の方がお葬式で、あの方は天国へ行かれました。皆さん、その天国の使い方間違ってるんです。天国って言葉はね、仏教にはない、キリスト教から来た言葉で、キリスト教が語る天国っていうのは、イエス・キリストを信じてなければ入ることができない場所なんです。だから私たちは今のまんま生きていくとどうなるか。今のまんま生きていくとね、地獄へ行ってしまう、まあ、嫌な話ですね。私たちは生まれながら罪の中に生まれた。あの自己中心な人っていうのはね、自分が自己中心だって分かんないですよね。あの人自己中だなって、で自分で自己中だって分かれば少し治るんだけどね、自分が自己中だって分からないほど自己中。同じように私たちも罪の中で生まれ、だから私たちが罪人であるってことが分からないほどまでに罪人である。皆さん、だからね、私たちにそれを教え、あの PCR 検査がコロナを教えてくれるように、がんの検査でがんが分かるように、皆さん、あなたは罪があるよ。でもその罪を癒し、救ってくれる。だから皆さん、喜んで罪伝えられるんですよ。あのがんの検査でもね、ガーンってなるんですけどね、でもね、治るんだったらね、いいでしょ。がんの人がね、ほっといたら治るんじゃなくて、ほっといたら死んじゃいますからね。で同じようにね、イエス様信じたらね、罪が許されて天国行けるんです。ぜひ行ってくださいね。聖書もらってくれました。読んでみてくださいね。ジーザスラブス、イエス様の愛してます。今日中野の皆様にイエスキリストの愛をお伝えいたします。ハローエブリワン、マイネームズナンカンのビリビンジーザス、ジーザスラブスユーエンドソードアイ、喜ばれますよ。
저는간노한테목사입니다예수믿으세요예수님당신은사람입니다저도당신은사람입니다다자가오고자가리투치상시예수예수아이니오예아이니예수様あなた愛してますこんにちは本日雨の中ですけれどキリストの愛を伝えるために、まあ、先ほどまであそこでストリートライブしてましたけどギターも濡れるそして濡れるのでは、こんにちはありがとうちょっとね歌雨止むまで休憩中ですでもあそうね さっきねありがとうございました、まあ、ですからね今日歌を通しても言葉を通しても私たちが伝えているのはただ一つイエス・キリストです、まあ、いきなりイエス・キリストですけどねあの歴史を作ってくださったお方なんですよイエス・キリストはだつまりですね歴史って英語でねヒストリーっていうでしょヒストリーヒストリーっていうのはヒズ・ストーリーから来たっていうんですよでこのヒズ・ストーリーにヒズって誰かイエス・キリストだっていうんですよねあのミノモタ、モンタのかつて番組でね冒頭ヒズストーリーのヒズって皆さん誰かご存知ですかイエス・キリストだって言うんですよいきなりイエス・キリストですから番組の冒頭でキリストが出てきてねミノモンタも震え上がってしまった皆さんヒズストーリーが歴史だつまり歴史というのはイエス・キリストが作りそしてイエス・キリストが導いてこられただからね、西洋の歴史というのはね、特にイエス・キリストが色濃く刻まれています。2022年というのは、キリストが誕生してから2022年ということです。ですから、なぜ2022年かってね、普通考えたらね、おやって思うんですよね。あのユダヤ教の歴史も6000年ですよ。西洋の歴史も2000年。じゃあ、日本は2000年じゃないんですよ日本の歴史2000年なんだけれど日本のあの令和4年ですよね平成も20何年で終わった昭和も60何年で終わったなんで終わったかそれは昭和天皇が亡くなったから平成天皇は途中で退任されましただから今令和になりましたけど令和天皇が亡くなるまで令和は続いたでも令和は終わるでも2022年というのはなぜ終わらないのか皆さんイエス・キリストは今も生きてるからですよこれが歴史なんです皆さん聖書っていうのは歴史なんです世界観なんですだから皆さんこの世界というものを知るためには聖書が必要なんですよ今なぜロシアがウクライナに侵攻しそしてあのような戦争が起こってるのかコロナのパンデミックがなぜ起こってるのか皆さん聖書には繰り返し疫病が出てくる地震が起こる飢餓が起こるそして戦争が起こる皆さん聖書の中に出てくることそれがね今世界で起こっていることですだからもしあなたが狭い日本そんなに急いでどこに行く日本の常識世界の非常識日本の非常識世界の常識この狭い日本だけで考える島国だけで考えるんではなくてね皆さん私たちは世界に目を向けるでこの世界を教えてくれるのが聖書ザ・バイブルなんですよ皆さんにこの聖書をお配りしそしてその聖書をいただいてこの聖書を通してあなたの人生いや人はどこから来たのか私はどこから来たのかなぜ生まれたのか猿から進化したのかそうじゃない神があなたを作ったって言うんですよ皆さんあなたは神に作られたんですですからあなたは生きてるんじゃない生かされてるんですよ知ってましたか自分でね生きてるなんて思うのはね思い上がりです私たち今は若い人は元気に生きられるかもしれないでも年取ってくるとね私も今年50歳になりもう人生下り坂でもねこの地上体は下り坂ですけどね私は50歳生きて天国に近づいたから幸せなんですよね聖書は語ります外なる人は衰えていくでも心の内なる人は新しくなっていくそして皆さんこの聖書を信じてイエス・キリストを信じたらね年取ったことがね
嫌だな、よく女性にね、別に誕生日なんか聞かないですけどね、もう私はね、この年になったら誕生日なんて祝ってほしくないなんていう女性もいます。男の人もそうだ。それはね、目に見える人間っていうのは年を取るとだん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 衰えていく。でも皆さん、衰えてもいいんです。死んだ後天国へ行けるんだから。どうしたらいいか、イエス・キリストを信じてください。イエス・キリストを信じることが天国に行く条件です。天上天下、イエス・キリスト以外に救いはない。イエス・キリストだけが救い主だ。今日、中野駅北口のあなたに、このイエス・キリストというあなたの救い主、この方をお伝えします。そして聖書お配りしてますんで、よかったらね、お兄さんいかがですか。聖書は神の言葉、神からのラブレター。かつて私は中学生の時初めてね、女の子からラブレターもらいました、そしてね、ラブレターもらってね、なんかこう自分が少し大きくなったようなね。そして授業中もラブレター読んだりしたんですよね。菅野くん、あなたが好きですみたいなこと書いてあってね。でそれが嬉しかった。皆さん、聖書は神のラブレターだから、ラブレターもらってそのラブレター読むのが嬉しいように、皆さん、聖書はあなたに喜びを与えます。あなたを愛してるよ、あなたを愛してるよ、聖書はそう語るんですね。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。つまりそれは、いい食事、ご飯食べて、洋服着て、そして金さえあれば生きていけるんじゃない。人は愛される必要がある。人はあなたでいいよ、あなたのままで愛してるよ、そしてあなたの味方だよ、あなたと共にいるよ。皆さん、聖書にこう書いたんですよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいる。皆さん、これがイエス・キリストの愛です。いつもあなたと共にいる。皆さん、今一人ぼっちで、学校の帰り、職場の帰り、お仕事、一人ぼっちで歩いていてもね、イエス・キリストが一緒にいる。目に見えないだけだ。皆さん、目に見えないだけでいるんですよ。だって新型コロナのあのウイルスだってね、目に見えないけれどあるじゃないですか。同じように目に見えないけど、イエス・キリストは共におられるんです。そしてそのイエス・キリストの言葉が書かれた聖書、皆さんのお近くで、素敵なレディ、素敵な仲間の皆さんが配っておりますんでね、その赤い洋服を着たお兄さんもね、ピンクのお兄さんも聖書配ってますね。よかったらね、もらってくださいね。あちらあちらでもらってますください。聖書は心のご飯です。神のラブレターです。皆さん、私たちは傷つきやすいし、弱く、そしてちょっとしたことでね、倒れてしまうことあるじゃないですか。人からちょっと悪口言われただけで、ね、傷つく。それは心のご飯食べてないから、心が弱ってるんです。弱いんです。皆さん、心のご飯は聖書です。今日、新約聖書一冊あなたにプレゼントいたします。あなたが手を伸ばして受け取るだけで、その聖書はあなたのものになります。同じです。イエス・キリストは全ての救いを全部準備して終わったんです。どうやったら救われるか、イエス・キリストは全部終わらせてくれた。あなたが受け取るだけだ。だからね、信じなさい。信じる者は救われるって言うんですよ。皆さん、信じるっていうのはね、神がくれたプレゼント、救いを受け取るってことです。皆さん、受け取ったらあなたは救われる、罪が許される、神の子供となる。皆さん、神の子供となったらね、神の持ち物全部あなたのものです。今、世界の億万長者っていうとね、あのテスラの社長、イーロン・マスクって人ですよね。最も、で、あのイーロン・マスク、テスラの社長、2番目はアマゾンの社長ですけど、そういった人たちがね、一生涯、これから毎日1億円以上使ってもまだ使い切れないぐらい、そういう億万長者、お金持ってる。皆さん、私たちね、1億円あれば一生暮らしていけるでしょ、普通。毎日1億円使ってもなくならないんです、億万長者。もしあなたがテスラのイーロン・マスクの息子娘だったらどうか。あなたのものです、イーロン・マスクのお金。
皆さん同じようにね、神様もっとすごいです。神のもの全部あなたのものだ。全ては神のものだよ。神はあなたを作り、神は世界を作られた。そのあなたを作った神様の子供になる。まあ、私たちはね、そんな大きなこと考えたことないかもしれない。まあ例えばですね、まあ、あちらの、方はね、ZOZO タウンで働いてますね。ZOZO タウンの、まあ、元前澤社長とかね、まあ、今はソフトバンクに入ったのかな。孫正義とかね、前澤社長だって宇宙まで行ってきたの、月に。あの人の息子だってすごいですよね。でもね、イエス・キリストの子供になるっていうんですよ。皆さん、あまりにもすごすぎてね、リッチでビッグで、きっとあなたはそんな世界を作られた神様の子供になるなんてね、きっと考えたことないでしょ。だからね、思いつきもしないからピンとこないかもしれない。でもイエス・キリストを信じたら神の子供になる。皆さん、ちっちゃかろうが大きかろうが、あなたが理解できようができまいが、私はあなたに語ります。イエス・キリストを信じてください。そしたら救われます。そして神の子供になることができる。すごいよ、すごいですよ。神の子供になる、つまりそうするとね、親が神様だ。ということはね、もう私たちはね、いやー、老後2000万かかる必要だとかね、コロナでね、今給料が減ったとか、ボーナスがどうだとか、そんな心配しなくていいんですよ。神の子供だって神が全部与えてくれる。親が、例えば子供がね、結婚するとかね、子供が学校行くとか、もう全部ね、親が準備してくれるでしょ、普通。まあそうしてくれない親もいるかもしれない。でも親は通常子供のためにいろんなことしてくれる。だから小学生のね、君たちもね、パパとママがいるからね、安心なんですよね。こんにちは、年度長の神田直樹です。女子中学生のあなたもね、お父さんとお母さん家帰ったらいるからね、安心してるでしょ。皆さん、イエス・キリストを信じたらね、神があなたのパパ、ママになるんです。お父さんになる。皆さん、これはね、あまりにもすごい話ですよ。今日中野の皆さん、きっとあなたが人生の中で今まで聞いた中で最もすごい話が、イエス・キリストを信じたら神の子供になるって話です。神の子供ですよ。亀の子じゃない、亀の子じゃない、神の子。あなたは一人ぼっちじゃない、失敗作でもない、神に愛された存在だ。まあ、世界でね、日本の人たちというのは自己肯定感というものを持てないんですよね。自分が好きになれない、自分はダメだ、自分はどうしようもない人間だ、そう思ってる人たちが多いんですよ。でそうするとどうなるかっていうとね、自殺したいっていうのもその原因なんですよ。自分は愛されてる、自分は大好きだ。皆さん、それがイエス・キリストを信じる人にとってはガラッと変わっちゃうんです。なぜならば、私は愛されてる、私は高価でたっとい VIP だ、 You are very important person in God's eye、 神の目から見たら私は、あなたは最高に素晴らしい存在だよ。イエス・キリストはそのようにあなたに語っておられる。だから今日皆様にイエス・キリストを信じ、どうぞ救われてください。お父さん、いきなりイエス・キリストですけどね、いきなりでも30分後でもね、もう開口一番イエス・キリストを信じましょう。もうそれしかない。今日私の話を皆さんに耳届けられるの、おそらく13秒から18秒ぐらいでしょう。もう私の声が聞こえなくなっちゃう。だからイエス・キリストはあなたを愛してる、信じるなら救われる。今日あなたの耳に、あなたのハートにそれを語りかけたいと思います。イエス・キリストはあなたを愛しています。あなたは愛されてる。さっきのね、会ったお父さんもね、僕は自分の娘から愛されてるって言ってね、
ニコ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 笑ってました。自分を愛してくれる人がいる、一人でもいい、それで嬉しい。皆さん、イエス・キリストはあなたを愛してるんです。神はあなたを愛してる。だから私たちもあなたを愛してます。今日だからこんな雨の中ですけれど、イエス・キリストを伝えるためにこの場所に来ました。春というと命が勢いよく成長していくような、そういう時期ですよね。この雨も風も、そして気候の変動が、この自然界の命を成長させるように、神の命が今日あなたに命を与えます。皆さん、神が与える命って何でしょうか。命、命の意、生き生きするんですよ。あなたは生き生きしてますか。暗い顔してませんか。別に無理に明るくする必要ないんだけど、自然に生き生きしてしまう。皆さん、それがね、命なんです。でも喜びがない人っていうのはね、体は生きていてもね、心は死んでいるもんじゃないですか。今日イエス・キリストを信じたら生き生きします。命が与えられます。命の、のそれは伸び伸び人生。私たちは自由になる。聖書を語ります。真理はあなた方を自由にする。イエス・キリストを信じるな、伸び伸びしますよ。命が今日中野の皆さんに幸せを与える。新型コロナのパンデミックのこのウィズコロナの時代、世界を見ると、あのロシアがウクライナに侵攻する、まあ、そしてね、中国習近平が台湾や尖閣諸島やね、日本も狙ってる。まさに世界がね、世の終わりじゃないかと思えるようなね。で、今度ね、日本のこの東京の地下を見るとね、首都直下地震、この首都の直下でね、ものすごい地震が起ころうとしてる。まあ、そしてね、新型コロナの第7波が来ようとしてる。皆さん、一体どうしたらいいんでしょうか。大丈夫、私はあなたと共にいる。神はあなたと共にいる。聖書を語ります。この世では何が、しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ってる。私は勝ってる。イエス・キリストはそのようにあなたに語ります。本日、私、伝道者の神野直樹が皆様にイエス・キリストを在し、また近くで仲間たちが聖書をお配りしています。もしイエス・キリストについて知りたかったらね、もうこの素敵な仲間たちがね、皆様にキリストのお話をしてくれる。いや、そんなお話いいよ。でもね、使用前使用後っていう世界がありますよね。私たちはみんな自動的にクリスチャン、キリスト教徒になったんじゃない。使用前使用後がある。みんなストーリーがあるんですよ。人生暗く、ある人は落ち込んで、ある人は悲しい人生を歩んでいた。そういう人生があった、その人がある日イエス・キリストと出会って人生が変わる。皆さん、そういう風にね、使用前使用後っていうのがあるんですよ。みんないきなりクリスチャンじゃない、いきなりキリスト教徒になったわけじゃない。みんな同じなんですよ。みんな弱い、みんな問題を抱えてる。でもそんな私たちがある日イエス・キリストと出会って、ある日イエス・キリストに救われて、そしてある日喜びにあふれたクリスチャンになった。今日だから皆さんにね、かつての私の人生は希望がなく、そして自分の力で生きていく、そういう人生でした。でもイエス・キリストに出会ってから、肩肘張ってね、自分の力でね、一生懸命がむしゃらに、がりきで生きなくていい、生かしてくれてるんですよ。私と神の関係ってどういう関係か知ってますか。あの木を見てください。あの木の本体が神様ね、その枝が私たちのみたいなもんです。
私と神はつながっている、だから私は神に生かされている。皆さんそういう人生をね、聖書を教えるんですよ。私はブドウの木、あなた方はその枝だと。皆さんそういう人生来たらね、人生楽しくなります、人生楽になります。神様がね、木で、そしてあなたがその枝のようにつながってたらね、神からの命が流れてきて、そして私たちは生かされることができる。皆さん今日あなたにそういう人生をお伝えいたします。神と私たちの関係はブドウの木と枝のような関係だ。2番目、羊飼いと羊のような関係です。あの羊っていうのはね、一匹一匹みんな弱いんですね。羊は弱い、だから一匹になったらみんな迷ってしまう、臆病なんです。で、近眼なんですよ羊って。だからね、遠くが見えない。で、私たちみたいですよ。私たちはみんな迷った羊のような存在だ。ところがね、こんな弱い羊のような私たちでも羊飼いがしっかりとしてね、導いてくれるならね、私たち羊は安心です。今飲み水がない、今困っていても羊飼いについていけば、その羊はみんな喜んで生きることができるようになれる。今日皆さん、イエス・キリストと私たちは羊飼いと羊のような関係だ。だから今日、もしあなたがイエス・キリストを信じない、知らないとしたら、あなたは迷った羊のようですよ。今日この1日30万人が乗降するこの中野の駅で、もしあなたがイエス・キリストを知らない、神を知らないとしたら、あなたは迷った羊のように迷ってるんです。みんなで迷えば怖くない、赤信号をみんなで渡れば怖くない、地獄にもみんなで行けば、そんなことないです。皆さん迷ってる、あなたみんなで迷っていていいんでしょうか。イエス・キリストが今日あなたのところに来て、その人生をね、救ってくれる。イエス・キリストが叶いました。時は満ちた、神の国は近づいて、イエス・キリストを信じて救われなさい。皆さん、イエス・キリストが私のもとに帰ってきなさい。大丈夫だよ、心配しなくていい、私があなたと一緒にいるから。皆さん、そういうね、イエス・キリストをあなたにお伝えするために、本日私たちはこの場所でキリストを伝えています。イエス・キリストあなたを愛しています。イエス・キリストを信じ、永遠の命を受けてください。本日皆様に約100冊の聖書を持ってきましたけれども、もうその聖書がなくなってしまったんでね、今また聖書を準備してきます。1日に30万人がね、乗降するこの中野の駅で、今日は街頭演説をし、また聖書を皆様にプレゼントします。皆さん、この聖書ってすごいんですよ。世界のベストセラーです。あの学校の教科書っていうのはね、日本の国語、この日本でしか通用しない。でも聖書っていうのは、ね、世界が分かる。もしあなたが世界を知りたいならね、今なぜ世界ではこういうことも起こってるのか、皆さん分かんない人はね、なんであのロシアのプーチン大統領はね、あんなことをしてウクライナにね、弱い者いじめするのか。ウクライナは同盟国がない、 NATO にも入っていなかった、そんな一人ぼっちのあのウクライナはね、大国ロシアにいじめられてるような、なんでこんなことが起こるか、皆さん聖書を読んだら分かるんです。世界が見えてくる、そして世界の終わりにはどうなっていくのか。皆さん、中野の皆さん、世界は終わりに近づいてる。この世界は終わるんです。まあ、私が乗ってる車、今中古車になりボロくなってきました。まああとね、10年ぐらい持つかもしれないけどね、壊れるかもしれない。必ず壊れる。同じようにこの地球もね、終わりの日が来る。あなたの人生も必ず死ぬ日が来る。この世界も終わりの日が来る。だからね、
今しばらくは生きていても、私たちは準備しなきゃいけないんですよ。死ぬ準備、そして神に会う準備。人は一度死ぬことと神の前に立って裁かれることが定まっていると聖書は語るんです。だから皆さん、イエス・キリストを信じて救いを受けて天国へ行きましょう。皆さん、これが今日私があなたに伝えるメッセージです。神はあなたを愛しています。皆さん、要するにイエス・キリストを信じたら救われる、そういう話です。だから信じてください。素敵な中学生の女の子にも伝えたい、サラリーマンのお父さんにも伝えたい。イエス・キリストを信じたら救われる、ぜひイエス・キリストを信じてください。信じるとは何か、信じると受け入れるってことです。あの競馬とか競艇とかね、パチンコとかギャンブルが好きな人いるでしょ。ギャンブルが好きな人はね、そこにお金をかける。競馬、競輪、競艇、お金かけますよね。イエス・キリストを信じるっていうのはね、イエス・キリストにかけるってことなんですよ。大丈夫かな。大丈夫です。世界の23億の人たちがすでにイエス・キリストを信じてます。今度はあなたの番ですよ。日本でね、クリスチャンが少ないからといってもね、皆さん、世界の3人に1人はイエス・キリストを信じて天国へ行くんです。今日あなたにもその人生を歩んでほしい。日本の常識、世界の非常識、日本の非常識、世界の常識、イエス・キリストはあなたの救い主です。今日あなたにその救いのニュースをお届けいたします。イエス・キリストはあなたを愛しています。本日街頭演説を通しイエス・キリストの愛をお伝えしておりますが、まあこの強風の春らしい天候ですけれど、雨もやんだようですね。まあ、ですからまたストリートライブに切り替えてもいいなと思っています。最後に皆さんにお訴えいたします。イエス・キリストを信じてください。そうしたら救われます。心からお勧めして、ここで街頭演説一旦終了いたします。イエス・キリストを信じたら救われます。心からお勧めします。菅野直樹が街頭演説しました。イエス・キリストを信じてください。愛されてます。救われます。ありがとうございます。